ヒカキンが4月27日に自身のようつべチャンネルを更新し、初めてのブランド立ち上げを発表しました。日清食品と共同でカップラーメンとカップ飯を発売することを発表しました。16年間にわたり YouTube 界のトップランナーとして活躍してきたヒカキンが活動休止を発表したことは大きな話題となり、ネットニュースなどでも報じられていました。そして今回の動画でその重大発表が明らかになりました。ヒカキンはヒカキンプレミアムという名のブランドを立ち上げることを発表し、日清食品との協力でミソキンという名前のカップラーメンカップ飯の発売が決定したことを明かしました。動画内ではヒカキン自ら制作したという CM も公開され、制作費が1200万円ほどかかったことが明かされました。ヒカキンは過去に取材などで、YouTube をやっていなかったら何をしたいかという質問に対し、ラーメン屋をやりたいと答えるほどの大のラーメン好きであることが知られています。下積み時代を支えてくれたのは、ラーメンだったというエピソードもあります。その思いが年々強くなり、昨年チャンネル登録者数が1000万人を突破したタイミングで、今しかないという思いから、動き出したのだそうです。動画内では、ブランドの立ち上げを記念して、500万円分のプレゼント企画も初表されました。